はい、仲間がね、多分初めてなのかな、ちょっと操作的に初めてラジコン、車陸上なんか初めて。考え楽しいけんな。赤い方が、仲間でね、青いのがね、いぶきくんのが操作してます。今一気にね、機体が飛んでるんでね、その街ですね。バックかと思った。指離しかんと来るで。はい、エボキ君、頭になんかついて、草がついてます。え、うん、どこ、おいで。どこここについてます。なんで、あ、消えた。練習中。ローはめっちゃ遅いよ、これ。うん、ローはもう早くないけど。今それローの、はい、ローの早いの、早くね。ローもっと遅くねえよ、普通。ローで、ほら。あら、なんてよ、なんでよ。はい、死ぬほど早い。なあ。で、いぶきくんのもっちゃんやつは。俺、え、新しいやつは10キロ。新しいのも買ったん？買った。おぉ。10キロ。へぇ、そんなのあるんや。へぇ。これよりでかい。どこで買うんや？え、まだでかいん？パーク。おぉ、パーク、プレイス。おぉ。あ、この、え、あ、こう。ラジコン売っちゃうのか。プラモ専門じゃねえんや。へぇ、あの 上側の方やろ。あ、イオンや、イオン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 か。イオン、降りてきた、降りてきた。パッチアンドゴーさんだね。はい、仲間行きます。俺行く、イブクあれ、ハイだな。アラブル、アクセル全開。お、突っ込んだ。おう。おう、うん、あんなにも運転しにくくないわけじゃないんやけど、多分調整してないな。これ片足だけこうやって斜めで回転せんかな。あー、片輪走行みたいな。違う、1点は難しいな、1点はな。仲間の方もちょっと手こずってますね。まあ、もう前をキュッとやるでいいです。うん、ブレーキと、うん。ないよ、そのままアクセルとブレーキは逆みたいな感じやっけ。もうバックを入れたらいい。そう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 。危ない。突っ込んだ。案外車難しいのかな。自分まあ車してたんでね、そこまで難しく感じなかったし、まあ最初ね、エンジンカー、まあ電動も買ってたけど、エンジンカーもね、おう、この広いところでぶつかる。ちゅうか、いぶきくん結構ずっとバックで走るわ。ちゅうか、すごいな。横転してますね。ん？お、なんだ、動かなくなったか。あら、動かなくなったな。お、動いた。更新でもすんのかな。えらいひっくり返るね。普通、なんもないところでひっくり返りはせんはずなんやけど。うん。まあ結構ね、初めての人でもね、やると、結構楽しい。まあ危ないと思ったらね、アクセル緩めたらね、止まりますけどね。ヘリと違って。うん。ただ、突っ込むときは、うん、間に合わないとき多いんかな。おう。結構自分にも来る。お、イブ君ピンチ。危ない。やばい、そこ。お、無理か。片方が上がった。イブ君どうしたらあの操作したらああいう動きするんだろう。調子悪いのかな、あれ。イブキ君それ調子悪いん？調子悪いだっけじゃなくて、速いだっけか。速くてめっちゃこける。ちょっとやらして。そんなにこける？ほら。こけすぎなんですけど。
ひっくり返しにくい。ハイになってるね。なんだろう。ゆっくりすればまあゆっくり走るし。全速力でカーブしよう。だけか。でも加速する前から倒れたりするってさ。怖っ。うりそう今。うん。あ、危ない。うん、大丈夫だな。特に機体、あの車体がね、異常っていうわけじゃなさそうですね。いぶきくんの操作がちょっと荒いだけ全速力でカーブしようって。あ、でもさっき1メーターも動かんでこけたもんね。うぅ、危ねえ。赤はこっち。おぉ。はい、今日はカメラの調子どうかな、後で確認します。おお。早いやろ結構な。あ、もうこのスピードでこの値段はもう日本じゃ買えんもんな。前急ブレーキしたら後輪が浮いたもんな。うん、そうだけど、ウィリー止めのなんかあのパーツもあるわ。おやったー、もろに。結構広いところでも案外当たるね。方向感覚がわからんくない。まあ車はそうそう壊れんしね。まあよほど思いっきし足回りやられたらあれやけど。おう。ローでも結構速い。今はハイ、ハイだ。はい。はい、おーやった。おーすげえ。はい。今の悲劇を見せたところで終わろう。いやいや。バック中したね。バックしていきなり、バックしながら急ブレーキと思ってもう前あの前進したらクルクルって。まあ足のグリップはうまくいったよね。今のすごかったね。取れちゃうかな。むずいね。ぐーってやりながらなんかバックしていきなり前進したらクリップ。あ、ダメだ、握りすぎた。あ、ダメだね。難しいね今のすごいな。相当今スピード出てる。あ、もうすぐ電池切れや。これ急制度点滅しだした。ちょっとボタン押したか。ボタン押したいな。これ点滅しよったっけ。あ、お昼やけみんな食いよる。あ、ダメだな。うまいことなったんやんな。うん。まぐれ。あ、いぶきくんのボタン3番ボタン押したんか。なあ、あ、多分ああいう風にあのカップだけこうデコボコがあってポンと、うん、うまいこと言ったやろな、その場所がな。跳ね上がった時に綺麗になった。なあ、うまい。まぐれ。はい、そろそろお湯でも沸かしますか。暴走ですね。バックの小回り効くんやな、やっぱし。まあ、こんなのが面白い。そうやろ。
お、うまい。みたいん、あ、あれ3番ボタン押したやろ。え、3番ボタン押したやろ。押したよ、元気だな。はいやろ。はい、せっちゃんは。はい。いや、俺元気ねえわ。元気ねえなったか。充電線止まりな。うねり出したら終わん、だあれやな、うん、やろ、どう、いや、いや指調整カチカチと違うわ、カチカチカチ、あ、ほんとや、この段差使えるかな、段差これで、あ、ダメか、使えんな、うん、4個やけやっぱすごいわ、うん、やってみる？これでハンドルな、まあ車運転できるけどハンドル分かるわな、アクセル、ブレーキ、ブレーキ、ブレーキ前な、バック、バックとブレーキでしょ、アクセルとブレーキ、バック、ブレーキ、ブレーキ、うん、だっけ、バックがブレーキ、あ、バックはブレーキ、うん、前進しよってもういきなりバックギアみたいなもん、前に押したらバックする、うん、指を前にしたらバックするで、ハンドル切らんと回る、そういうことこれはあた、うん、アクセルとあたハンドルと合わんじゃない、そうやな、これ実車で右、うん、片足だけでなアクセルブレーキやったらすごいやりにくいやろな、まあある意味間違い、うん、踏み間違いはないやろうけどな、ブレーキ持ち上げるったら、やっぱ、うん、そう、指の調整でスピード調整、スピードはゆっくりしてからコースなら、うん、あの覚えないよ右だりよ、そうやな、スティックの操作を覚えない、うん、ゆっくりやとまあ全然、うん、普通にできるけどな、もうレースになるとな、谷川君水持ってるわ、水あるよ、開けてくれん、いいよ、ひっくり返った